TM とか。いや、ええわ。いや。いや、まあええわ。消しとこう。こんばんは。ということで。奈良です。いつぶり、いや1ヶ月ぶりぐらいかな。奈良、この間梅の宿さんに来た時1回帰ってきたから、あ、2ヶ月前かな。あ、そう、あ、そう、昨日千秋楽終わりました。そうか、千秋楽終わったって昨日やったっけ。そうか、そうです、串木のスプリントいざかけるとき昨日千秋楽を迎えました。ありがとうございます。そう、そう、昨日千秋楽終わって、そう、そのまんまなんか最後舞台終わってみんな荷物用意して、その後あのキャストさんとかスタッフさん合わせての挨拶みたいなあってんけど、それ途中で抜けてきて、そう、途中で抜けてそのまんま、そう、新幹線乗って奈良に帰ってきたんです。そう、今日は朝からずっと撮影してて、そう、さっき帰ってきてご飯食べて今です。そう、今日は奈良の飛鳥村にずっといました。そう、ずっと飛鳥村にいました。明日も多分その辺をうろうろすると思うので、もしかしたら会えるかもね。そう、今日もツイッターでさ、リアルタイムにつぶやいてたらさ、そう、え、これうちのおんちゃん、え、これうちのお茶かな、うん、それはえ、それママの、あ、こっちじゃ、え、わからへん、ママの、こっちママだ、うん、そっちママ、うん、これじゃうちね、うん、え、こんな冷たかったっけ、うちのお茶、え、大丈夫、ママ病気持ってないからうちのこんな冷たくなかった気がする、まあ、言ってるけど気づかん、気づかん時ある、うち、あるある、半々ぐらいある、そんな、あるある、でリエ2223こんばんはやって、そう、あ、そう、今ショルム見てる、今見つけた、
前髪目刺さっていった。トラちゃんはやってトラちゃん。おはようございます。うん。今チョロちゃんのターンです。さっきまでチョロちゃんと一緒にずっといた。下も奈良にいるの。下も奈良で撮影して、撮影終わったらそのまま帰る。あっちへ。で、明日朝から稽古だ。台本覚えやな。猫見せてやって。ゆっちゃん。ゆっちゃん。ゆっちゃん。猫は。時間差が。お前。そんなことない。かわいい。くちゃんみたい。信じられますか、この子アメリカンショートヘアなんです。この子は紛れもないアメリカンショートヘアなんです。かわいい。貫禄ある。貫禄あるって。じゃっちゃん、よし、じゃあトラちゃん連れてこう。バイバイ。バイバイ。よし。よいしょ。よいしょ。チョロちゃんも。よいしょ。あぶなぶ。やばいやばいやばい。あぶなぶ。ああ。よし。そうやな、出たばっかりやもんな。そ、自由に歩きたいよな。待って、はい、うん、ちょっと待って、今ゲージから出たばっかりやから。なんせ大西家の猫は仲が悪いね。ゲージにどっちか入れとかな。いや、逃げたわ。まだ歩きたいって。捕獲されてるけど今。
机の上通過してた。なっちゃん、ほら、ももちゃんおいでって。ももちゃんどこ行ってき。いや、でかい。まあ、何回も連れ戻す。あかんわ、あら、来たいって。まあ、あかんわ。また後で来て。じゃあかわいいやん。平和ですねって。平和やわ。いやー、かわいい。後でどっかに写真あげようかな。いや、かわいい。めっこちゃんには会えた。めっこは会ってないな。急に言い出したもの、うち帰るって、うん、そう、そう言うの忘れてて。言うの忘れるってありえへん。じゃあもう無理やって。自分でカレンダーを見るっていうのもあれがなかったから、うん、あれ、そういえば千秋楽終わったらそのままなら行かなあかんなって。2日前ぐらいに言った。あ、ごめん、帰るわって言って。母も仕事をしてなければいつ帰ってきてくれてもいいんやけど。そう、仕事がある。もう明日帰るけど。一瞬や、一瞬 一瞬やほとんど家にいてな。合計でだって昨日寝ただけやろ家、うん、で朝6時に起きてさ、うん、7時に家出てさ、うん、で今日何時に帰ってきた。今日8時ぐらいに帰ってきたっけ、うん、でまた明日6時に起きてでそのまま行くんやもん。合計何時間いた家に。うん、うまい。一瞬や。世話しないね。しかも10時からそうミーティングみたいなのがあるから、それまでにちょっと終わらないといけないんですよね、配信。さっき思い出した。その前にショールームしとこうと。メールも送りたいからちょっと早めに40分、あ、でも40分って言ったらまた6分しかない。45分にじゃあ終わるようにするわ。うん、今日はいっぱい奈良歩いたからね。足パンパンなの。トラ、トラちゃん、耳だけ後ろ向いてる。今そこでゆっくりしてんのやったらおいでよ、トラちゃん。トラちゃん、
まいちゃん、はいはい、まいちゃん、おっつおっつ、なんでね、なんでどっか行くんだが、まいちゃん、にゃーほらほら、おいでよトラちゃん。私は悲しい、悲しい、トラちゃん、にゃー、いらんの、いらんの、いらんって言われた。なんなん、昨日あんだけ甘えてたの。気分や。嫌な顔して戻らされてる。大変やな、猫も。猫も大変やで。かわいい。もうええねんな。もうええよ。もう好きに行きなさい。こうやって抱っこしたらじっとすんじゃん。蹴って嫌がって。もういいよ、もういいよ、ほらちゃん、もうすねたで、もうすねた。もうちゃんどこ行ってき、ほらほらほらびっくり。やめて、これティッシュとかでやってるからもろいねんから。いろんなもん映んでへんやろ、恐ろしいよ。ずらしていきよって。危ないよ、いよいよ、じゃあアイス食べるし。アイスってどこにある？あの冷凍室の ちっちゃい方の引き出し。あ、これか。うん、どれにしよう。ほうじ茶って美味しい。いや、ほうじ茶は甘いのは良くないと思う。パルム、いやでもパルムはよく食べてるから、ガツンとみかん、うん。家でしか食べへん、ガツンとみかん。全体的に自由な配信やな。確かに。ごめんやで、うろうろして。いただきます。大西家はいつでもアイスあるよね。年がら年中ある、年がら年中ある。あった、なんかめっちゃ硬いねんけど。なんで壁。え、あ、赤が、近づかみ、冷たい、しみる。今日アイス2本目や。そうなん。うん、今日あれソフトクリーム食べた。あ、アスカルね。そう。いちごの？いちごじゃない。何だっけ？古代米。え？知ってる古代米って？赤いやつ、赤米とか。
なんかいろんな種類あったけど、黒米とか赤米、そう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 、お米のソフトクリーム食べた。アスカって前何だっけ、あの何やったっけ、アンロケ、そうアンロケで行った、行ったよな、うん、アスカ鍋食べてた、そう、冷た、甘いんかなって、そんな甘くなかった、なんかお米って感じ、もうめっちゃ食べやすくて美味しかった。やばい、あと4分で終わらなかったのにこんなアイス残ってるやばい、ミーティング始まってます。ミスった。向こうの声はお母さんって、そうリエちゃん、はい大西リエ49歳です。来年の2月で50ってことやんな。そう50です。いやだ、いいやん、40代と50代はなんかもう聞こえが違うよ。まあ確かに、それで言ったらでも全部違くない、20も30も違う。大昔だったらもう50なんか死んでるって聞いてないもん。 それは大昔の話やん、死んでる、大昔の話、それは、うん、今日ママの誕生日だったよ。おっ、ママは何歳なの皆さんのママは何歳で、やばい、ちょっと焦り始めてんねんけど、うち孫ができちゃった年感じるよねやってそう、5歳ですよ、5歳、5歳か、もう今月で5歳、今月で5歳、うん、5歳です、7、5歳やん、3歳になる前に連れて行ってんの、5歳はどうなってんの知らないけど、どっかで取ればいいってこと、全部取んの7、5、3って、いや、みずきとももちゃんは多分全部やってるで、あほん、3、5、7なんか言ったね、私5歳、女の子は3歳と7歳って、そうなの、なんかプレゼント買わない、誰に、え、めいっ子に、あいいよ会った時にあげれば、まあ、せやけどももちゃんに会える方が喜ぶかな。最近ネマハモルーマ歌ってくれてんねんて。そう。ダンス付きで、そう。そうダンス付きで車で移動するときに歌ってくれてんねんて、めいっ子が。やばい、終わらな。やばい、アイス全然食べ終わってない、どうしよう、アイスは袋に入れてもう一回冷凍庫に入れて、えそれはちょっとミーティングが終わったらまた食べるから、そうか、ねえ、もう食べきりたいけどもう時間やん、45分や、
あかん、メールもかかんなかのに。終わるわ、じゃあ終わるわ。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、ケージアットマークよ観光大使さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が、マカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がコバアットマーク大西良さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がボスブラックアットマーク、かわいい大西ゲットだぜさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がカッキアットマーク大西軍アットマーク祝レベル4400&ハッシュタグ、登山部員募集中5は今夜さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がゆうなみねぎすけさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がマカルートさん、ありがとうございました、イエイ。そして1位の方かな、お城。これなんで履歴消えちゃうんだろうね、このギフトのやつ。どうして1位の方で合ってるかな。あ、ありがとう。じゃあ読むわ、いきます。刑事さん、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 お城タワーありがとうございます。ありがじょう。普通に笑うてまた、ね、鼻で笑われた、鼻で笑うてもた。ありがじょう、白やから、ありがじょう。ありがじょう、ありがとうございます、イエイ。鼻で笑われた。今素やったわ、びっくり。素で笑ってくれたなら、まあなんかよかったな。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか、何ですか。赤、黒、緑、青、黄色、茶色。うん。レパートリーが。でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。そして登山部員募集中、今夜放送なので、今日はどの辺だろうね。もうそろそろ頂上登んじゃん。すげえ時間かかる、登るまで。何週間かかってんのな。その今日ぐらいになんか登りっきりそうじゃん、頂上。よかったらぜひぜひ見てね、千葉テレ。見たい。奈良は見れない。残念。残念。みんな代わりに見てね。見てね。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみなさい。